皆さんこんにちは、ハリーです。ボディラッシュ投資大会、今回なんですけれども、トゥトゥビコちゃん最新系ランキングやっていこう。さっすぐいこう。皆さん、夢のフィートカードが同時に復刻しました。まあ1週間のうちにね、超別戦キャラクター2体も復刻したね。めちゃくちゃ嬉しいんだけど、個人的にまあメンテナンスとかね、サーバーたくさん行ってたからこそ運営さんができたある種技かなと、はい、思ってます。運営さんお疲れ様でした。さあ皆さん、超別戦キャラクター2体も復刻してるということで、引いた方がいいのか分かんない人も多いんじゃないでしょうか。ということで、今回は最新キャラクターたくさん出てるので、それも踏まえて最新キャラランキングで1を確認していこうよ。みんな、さっそくGo! まず環境キャラランキングのね、前提なんですが、僕のランキングは基本的に多くの人に当てはまるようなランキングを作ろうと思ってます。なので上位10体とかそんな感じではなくて、基本的に細かく分散して分けて紹介していくので、自分が持ってるキャラ、回答するキャラ結構多いんじゃないかなと思います。ぜひ参考にしてみてください。余談にはなっちゃうんですが、現在チャンネル登録者数64,429人、よいしょ、ありがとうございます。前回報告したのが62,000人とかだったのかな。65,000人行きたいということで報告しました。本当にみんなありがとう。80,000人目指します。ぜひチャンネル登録して応援してください。まず前回のキャラランキングがこちらです。アムが1位、キングが2位、ウタが3位っていう感じだったよね。クラッカー登場してシャンクスが復刻した後のランキングになってます。基本的に見た感じだと S とか A はサブって感じで、 SS- あたりから使えるよっていう感じになってるよね。こっから大きく変動してるので、よかったら参考にしてみてね。さあでは行きましょう。まずは A ランクはこちら、フランキーをはじめとしまして、ハンコックがランクインしております。それでは S ランクに行きましょう。 S ランクはこちら、ナミさん、ドフラミンゴ、おそば、ここら辺は変わんないかなと思うんですが、前回と変わったのはカイドウの位置かな。ただ環境にランクインしないのは味方任せになっちゃうっていうのがきついよね。ディフェンダーである宿命かな。味方にフォローしてもらわないと育っていけないので、みんなでカイドウいるときは一緒にフォローして、うん、頑張って戦っていこうね。さあでやっていきましょう。 SS- のキャラクターから紹介します。 SS- 回もうほぼ S に近くなっちゃったよってキャラクターたちはこちらです。よいしょ。いやみんなどうかな。レイリーとかもね、厳しくないんだけど、レイリー使うよりかは白馬の方がいいっていう感じがするよね。さあここからは SS- 上位のキャラクター紹介。第16位、トレーボレ。緑ディフェンダーの中だったらトレーボルが一番強いよね、やっぱり。まあこの位置かなと思うかな。 SS- より下がらないっていう理由としては、やっぱり勝率に関わってくるんだよね。マムが3旗目とかまで上がってくるまでにさ、耐久することができるこの役割としてむちゃくちゃ補佐できてるわけよ。環境で味方マムが来るまで戦えるこのトレーボル、むちゃくちゃ強いんで、みんな使ってみて。次の環境も青属性がメインになってくるでしょ。 60% 当たんないっていうのがこのトレーボル、むちゃくちゃ強いと思うんだよね。多段攻撃でエンマゾロみたいなキャラクター来なければ、おそらくトレーボルまた順位上げてくるので、みんな注目しておきましょう。そして第15位、ヤマト。よいしょ。いや、ヤマトはちょっと落ちてきたね、みんなね。環境で使えないことはないと思うんだけど、正直このランクになっちゃってるっていうのは、状態上系のキャラが増えてきたっていうのと、青属性のキャラクターで強力なキャラクター増えてきたよね。クラッカーしかり、白馬しかり。正直赤キャラでゲッター使うんだったら別にヤマトじゃなくていいかなっていう感じはしてるよね。吹っ飛ばし攻撃を持ってるキャラが多くなったし、なので相対的に見て別にランク下がってはないんだけど、他に強いキャラが多くなってきたよっていう感じがします。ヤマトは15位でランクイン。第14位は、シキ。よいしょ。今復刻してるシキだよね。いや、シキめちゃくちゃ強いと思う、個人的には。まだシャンクスがね、緑シャンクスボツボツいるって、ボツボツって合ってんのかな、ボツボツいるって感じなので、緑シャンクス対抗にもむちゃくちゃいいと思うし、あの青シャンクスが復活しちゃったから、まあかなり対抗できるよね、シキは。ただ属性相性とかも噛み合ってて、ちょっと遠距離からね、頑張って対抗しないと PS 必要っていう感じはあるかなと思います。その他この位置にランクインしちゃってるっていうのはね、赤キャラクターでゲッター使うんだったらキングでよくねっていう話になってるんだよね。いや正直そうじゃない、もうなんかキングで全て保管できてしまってるよね。かわいそうなことに、四季とヤマトに関してはまあこの位置で限界かなと思います。次の環境もね、青属性になってきちゃうので、この2人はどんどん順位を落としていくかなと思います。四季が第14位でランクイン。第13位は、ウチリロビン。よいしょ。我らがロビンちゃん、我らがっていうか僕のロビンちゃんです。はい、まあロビンちゃんね、ひいきとかではなくて、まあこの位置かなと思ってる理由としては、さっき言った四季とヤマトに対して強いよね。青属性で有利属性で、しかもゲッターに対して強いわけで、キングにも対抗できるし、四季ヤマトを倒せるということで、かなり強い位置にランクインしてます。ただこれ以上上に行けない理由としては、青属性のアタッカー使うんだったらクラッカーでいいし、正直これ以上上のキャラクターたちと対マンしても勝てないんだよね。アタッカーで遠距離攻撃っていうこともありまして、
立ち回りなんだよね。広いステージになっちゃうと結構きついし、まあアラバスタとかだったらワンチャン見れるんだけどさ、例えば勇者ボとかスリラーバークステージみたいに段差があったりとかするだけでちょっときつくなっちゃうんだよね、ロビンちゃん。なので平面ステージで月帯対しては強いけど、それ以外のステージによっては結構怠慢を強いられるので、怠慢になっちゃうとこれ以上のキャラクターたちには勝てないかなということで、この位置かなと思います。ただこれ以下のキャラクターたちに対しては見てみたら強いと思わない？四季、ヤマト、赤犬、黒ひげ、まあ結構強いと思うんだよね。なのでうちロビンちゃんは13位でランクインです。第12位は青シャンクス。よいしょ。まあ、青シャンクスは正直この位置かなと思う。みんなどうかな？もうちょっと上だと思う？さっきのロビンちゃんみたいに段差があると怠慢必要になるからさ、より PS が求められると思うんだよね。そしてロビンちゃんみたいに青属性のアタッカー使うんだったらクラッカーの方がいいかなって思うし、状態上無効を持ってるからね、荒れたりとか100レベルにしないとやっぱりリーグの上位の方では使えないっていうこともありまして、青シャンクスはこの位置かなと思ってます。まあ、ただ強いよ。めちゃくちゃ強くなった。状態上入るだけで鎧剣無効が10秒間つくっていうのは、歌うた短縮メダルつけておけば歌に対しても対抗できるしさ、通常攻撃で気絶も付与できるということで、マムの無敵とかもね、ジャス回してから気絶付与する確率も高くなってるし、キングに対してもカウンターだったら格好の的だよね。ということで対抗する幅は増えたけれども、やっぱり PS 重視になっちゃうし、 PS がなければちょっと勝率に貢献しにくいということで、この位置かなと思います。買う人によっては強いと思うので、ぜひ極めちゃってみんな。青シャンクスが第12位でランクインです。そして第11位はウチリブリック。よいしょ。ヤブルック強かったわ、マジで。あのハリケンっていうね、僕のサブチャンネルの方があるんですが、プレイ動画メインで紹介してます。そっちでもウチリブルック紹介したんですが、むちゃくちゃ強かった。何が強いかっていうと、基本的に戦えないキャラがいない。もう全般戦える。今マメもいけるし、カイドウも状態以上入るっていうことで、もう状態以上が入るっていう時点でかなり戦えるのに加えて、カウンタースキルがかなり早いんだよね、このブルック。なので見てからも戦えます。そして状態以上解除もできます。自分自身も状態以上入る80パー以上だと。さらに凍結状態を自分がダウンした時に付与できて、かつ30パー削るっていう能力もかなり強いし、凍結状態付与したら6秒でしょ。そっからスキルでさらに凍結できるから、むちゃくちゃ強いんだよね。使っててほとんどやられなかったんだけど、やられるシーンがどういう時だったかっていうと、乱戦の時かな。もうすごい四方八方から攻撃されてる時っていうのは結構きついし、例えばアラバスタの中央3旗目とかね、かなりきつかったし、あともうちょっと強かったらなっていう点が通常攻撃かなって思ってる。通常攻撃はさ、もうちょっと範囲が広く攻撃ができたらよかったんだけど、その場でくるって回るあの1度目、あれがね、ちょっとフェイントにもならないんだよね。正直そこはきついかなと思ってます。ただマムを持ってないよっていう人で、早く赤ディフェンダー欲しいっていう人はこのブルックで十分です。むちゃくちゃ戦います。旗から出ないことを心がけて戦うことをおすすめします。相対的に強かった打ち入りブルックが第11位でランクイン。そして第10位が白馬。よいしょ。みんな白馬むちゃくちゃ強かったよね。青ゲッターの中で一番強いのはこの白馬かなと思ってるんだけど、この位置にランクインしてる理由としては、ここから上のキャラクターたちに対して KO できない。うん、正直そこはきつい。ウタとかね、キングとかは夢レフィーとかも気絶が入っちゃえばめちゃくちゃいいんだけどさ、エンマゾロやシャンクスには気絶状態いかないし、緑シャンクスがかなりの敵、そしてカイドウもかなりきつい。マムは火力がなかったら倒せないっていうことで、気絶は付与できるけど消化試合になっちゃうんだよね。なので細かいステータスに関してはやっぱりメダルとかサポートとかで個人差出てしまうということで、青キャラクターの中のゲッターを使うんだったら白馬で十分なんだけど、リーグで勝ちまくっていきたいよっていう人にとっては白馬じゃちょっと物足りないよね。勝率がそこまで高くない、ゲッターにしては。っていうのを考えてみると、おでんとかカイドウ、キング、ここら辺のゲッター使っておいた方が強いよね。強いところはもちろんあるんだけど、勝率にそこまでこだわれないっていうところが白馬の欠点かなと思います。まあ、ただ気絶付与できるっていうのは状態上が入る環境だし、かなり強いし、戦い方と PS、まあ、結局使う人によってはって話になっちゃうんだけど、そのほんのちょっとの差が勝率に大きく結びつくキャラクターになってしまってます。まあ、ステータス性攻撃はそんなに強くないっていうのも欠点かな。白馬が第10位でランクインです。そしていきましょう、トップ10圏内第9位、オーデン。よいしょ。オーデンはまだこの位置にいるぜ。この人いつまでいんだ、マジで。2年前のキャラクターだぜ。2年前っていうか、もう2年と3ヶ月くらい経ちますけど、まだいます、このオーデン。むちゃくちゃ強いね。カイドウの相方で使うんだとしたら、このオーデンが一番いいです。もちろんシャンクスの相方でも使えます。サブチャンネルの方でオーデンをかなり使った動画出してるんですが、使ってみた感じで言うとかなりきつくはなってるんだよ、もちろん。ただ戦い方とか立ち回りの仕方、旗を抜けるダッシュ力、そこに関してはね、やっぱりまだ
ゲッター最高峰のキャラクターですよ。ここまではキャラクターたち見てもらえば分かるんだけど、白馬に対してもスキルだけ気をつければね、かなりモーション見やすくなっているので、そこだけ気をつければ勝てるし、青シャンの遠距離攻撃だけ気をつければね、かなり戦いやすくなってますと考えてみると、カイドウ、キングに次ぐ3番手ゲッターとしては一番高いこの位置におでんがランクインしてるのが合ってるんじゃないかな。いや、みんなどう思う？おでんもうちょっと上だったかな、それとももうちょい下かな。よかったらコメントで教えて。ただおでんに関しては 4.5 周年で青属性がもし出ればね、また活躍する可能性が高くなってきてます。赤属性がメインで活躍する時代でこの位置だからね、やばいでしょって話。ますます期待が高まるおでん復刻、いつ来るのか、ここにも注目だね。みんな、おでんが第9位でランクインです。そして第8位は夢ルフィ。よいしょ。いや、前回は第5位とかにランクインしてたんですが、かなりポイント落としてます。なぜ夢ルフィはここまで落としたかっていうと、正直クラッカーの方が強え。クラッカーの方が今強いのよ。状態以上短縮を持ち、状態以上になったら攻撃力上がるっていうのがむちゃくちゃ強いし、クラッカーと比較した方が同じ青アタッカーとして分かりやすいんだけど、クラッカーの場合このスキル2のビスケットウェイがかなり強いんだよね。回避のクールタイムもなくなる、スキルもなくなるっていうことで戦いやすいキャラクターになってて、それと比べると夢ルフィはタイマン系のキャラクターになっちゃってるんだよ。状態以上付与できる範囲も決まってて、スキルが打てる範囲もかなり決まってます。戦い方の横幅はあるんだけど、縦っていうか奥行き、その部分がかなりきつくなってきてるかなって感じてます。無敵スキルもモーションがかなり見やすいし、ジャスカイもしやすいです。あと隙もあってね、気絶とか付与されたらもう終わりなわけよ。無敵スキルがかなり隙のででかいスキルになっちゃってるんだよね。ただ夢ルフィの場合はゲッターモードにもなれるので、その点戦いの横幅出しやすいキャラクターにもなってるんだよ。だからここがちょっと難しいところかなと思います。個人差が出るかな。スネークマンとかで戦えばいいじゃんとかね、タイマンキャラクターで勝てるキャラクターで選べばいいじゃんっていう、そういう話になってきちゃうので、そこはちょっと個人差かなと思いますが、相対的に見てみると対抗できるキャラクターの幅っていうのがクラッカーよりも少ないかなっていうことで、この位置にランクインしてます。よかったらね、夢ルフィせっかく復刻してるので使い始めたよっていう人は、ぜひ今活躍してるキャラクターで対抗してみてください。いや、極めちゃってみんな。第8位に夢ルフィランクイン。そして気になる第7位は緑シャンクス。よいしょ。レッドシャンクスを7位にランクインさせました。どうですか、ここまで見てきた中でさ、確かになって感じじゃない。今まで紹介したキャラクターに対してはかなり強く出れるし、けどまだ紹介してないキャラクターたちに対してはかなりきつい部分があるっていうことで、ちょうどいい位置かなと思ってる緑シャンクス。ただ怖いのが 4.5 周年以降だよね。この緑カイドウとセットで使う人がおでんよりも絶対増えるだろうし、また半年後にはランキング順位上げてきそうなキャラクターじゃないですか。いや、緑シャンクスいつだった廃れたこのキャラ、昔の赤犬みたいになってきたよね。まだまだ前線でも使えます緑シャンクスですが、もちろんその覇気状態も強いです。ただね、覇気状態解除するキャラクターがディフェンダーでブルックとか出てきちゃったし、エンマ、カイド、オリン、ここら辺にはちょっとかなわないかなと思います。特にエンマに関してはもうめった打ちね、 100% 勝てない、敵が相性いい属性じゃないとなってきたら、 SS ランクには上がりきれない SS-、ここら辺なんじゃないでしょうか。まもなくね、緑シャンクスも復刻が期待されてるので、みんな復刻したら引くか、またこの動画で参考にしてみてください。第7位にレッドシャンクスランクイン。そして第6位がクラッカー。よいしょ。いやー、夢ルフィよりも強かった。その他 SS ランクに関するキャラクターたちに対しても強いっていうことで、この位置にランクインします。ただね、緑シャンクスに対しては弱いよ。うん、ちょっときついかな、環境できついかなっていうキャラクターが緑シャンクスとか緑属性の時のゾロとかね、そのくらいなんだよ正直。カイドウに関してもタイマンで勝負した時にさ、回復不能状態を付与してくれるじゃんカイドウって。それのおかげで自分は状態以上で状態以上短縮できて、かつ回復不能状態1回でも入れば 50% 増加だからね、攻撃力が。そんでもってカイドウ倒せると、このポテンシャルがやばいっていうことでこの位置にランクインしてます。ムータに対してもかなり強く出れるし、キングに対しても強いで、マムに対しても強いということで、この位置にランクインで上等でしょう。まだクラッカー持ってないよとかね、これから育成してるから使いたいよっていう人はぜひ使ってみてください。ますます期待が高まってます。特にね、 4.5 周年の青属性で期待されてる超別戦キャラクターはゲッターが期待されてるので、このアタッカークラッカーを相方として入れてもいいんじゃないでしょうか。いや、楽しみだねマジで。5周年も楽しみだけど、このクラッカーの今後活躍も楽しみで仕方ありません。第6位にクラッカーランクイン。さあ、ここまでが SS- までのキャラクターです。こんな感じになってます。そしてここからは SS ランクのキャラクターいきましょう。 SS ランクのキャラクターたちは正直言ったら誤差で、使う人によっては誤差でこっちの方が強いとかっていう風になってきてるので、あくまで僕の使ってる感じのイメージだということで参考にしてみてください。いきましょう。第5位は、よっしゃ、次の曲いくよ。
信じられなくて。みんな今日は集まってくれて。エアフォースなら負けねえ。青属性の対抗キャラクターが増えてきたということもありまして、この歌は第5位かなとなっております。それに比べたら全然スタらない後の4人が強すぎんだよマジで。ちょっと後の4人に比べたら SS マイナスに限りなく近い SS ランクのキャラクター1人目かなと思います。ぜひ参考にしてみてください。今後も歌下がってきちゃうのかな。いやちょっと寂しいね。みんな使える環境だからさ、今が今使っておこうぜ。歌第5位で歌ランクイン。第4位はよっしゃ、勝ちゃいいんだ。地獄上等で煉獄鬼切れ。エアフォースなら負けねえ。船たけエイボーエンマソロ。第4位でエンマソロランクイン。歌より強い理由としてはやっぱ歌に対してもかなり強くできていますし、ここまで見てほしいんだけどさ、 SS マイナス SS キャラ A キャラほとんどのキャラクターに対しても強いです。緑シャンクスに強いっていうのがこの順位になっている理由でもあります。ただ同じアタッカーとして比べるなら緑シャンクスよりも強いんだけど、イメレフィよりもランクが高い理由としては乱戦に強いっていうのがこのエンマゾーンの特徴かなと思ってる。今さ環境見てもらえばわかるんだけど、マムとかがいて、このマムに戦いに挑むカイドウとかキングがいて、そのカイドウキングを止めに来るロビンちゃんとか遠距離からのシャンクス、近距離戦で戦うクラッカーみたいな感じでさ、戦いを上から見た時にどこもスペースがないわけよ。かなり詰まってんの戦えるスペースっていうのが。その混戦した中であっても活躍できるのがこのエンマゾーの属性変化して攻撃力アップする性能だよね。しかもダメージも減少しますし、それが強いかなと思ってる。連続多段攻撃などもかなりいいし、ワンパンできる確率は高いのがこのエンマゾーの特徴かなと思います。気絶状態入んないっていうのがそもそも夢レビーに対して強い点かな。歌とはちょっと離れたら1位ランクインします。 SS 第4位エンマゾーです。そして SS ランク第3位はよっしゃ、キングよいしょ。いやキングはかなり強いぜみんな。もうみんなも知ってます通り、もうキングは第3位で十分だ。もうこれ以上上がるな、お前はもうめちゃくちゃ強いんだ。もう今の時点でアタッカーに対して強いスキルだっていうのにもかかわらず、さらに飛行能力で遠距離まで旗足しに行けるこの機動力やばいよね。戦闘性能としてもタイマン勝負はできますし、まあ、ただね柔らかいキャラクターにはなってるので、必ずスキルで遠距離まで飛んだりとかして防御力を上げてからタイマン勝負をすることをおすすめします。そうすればね歌とかかなり効かなくなりますし、ステータスとか振るときもねメダルで防御盛りとかにすれば1桁2桁そのくらいのダメージ数になるので、ぜひ使ってみてください。ただちょっときついなっていうのは、ただキングもだいぶきつくなってきたんじゃないかな。クラッカーとか登場して白馬の気絶状態もかなり入るようになってきたよね。青ゲッタに登場したキャラクターで状態異常持ったキャラクター登場すればキングもかなりランク落ちると思うので、次の環境みんなそこだけ期待しておきましょう。キングは第3位でランクイン。そして第2位はよっしゃ、正直このキングカイドウ、そしてラスト残ったキャラクターに関してはほとんどランキング順位変わんないんじゃないかなみんなも。まあ、ただキングとエンマは歌と差がついてると思ってて、そのキングとエンマよりも差がついてるのがこの神獣カイドウからのキャラクターになってます。神獣カイドウの強さと秘訣としては回復無効性能、これはやっぱり強かった。マムの回復ブーストも対抗することができるし、間接的にね。しかもタイマン勝負になればさ、残り体力に応じて
敵の回避空タイムを 50% 増加するっていうのがむちゃくちゃ強かったよね。タイマン勝負ができるゲッターキャラクターで高火力なスキルを持ってるカイドウ、今後もますます活躍する予感しかしません。やばそうだね、マジで。エンマゾーンに関してはこのランクの位置で多分安定してくると思うんだよね、属性変化できるから。ただカイドウに関してはまた多分次の環境も強いよね。このカイドウ青属性の 4.5 周年に対抗できます。ただ状態異常入っちゃうので、その点赤の討ち入りブルクター登場して、あ、こういう感じでカイドウは対抗されていくんだなっていうのがなんとなく分かってきた感じもするよね。少しずつ見え始めたカイドウ対抗策、それでもまだまだ戦えるこの神獣カイドウ、今後の活躍に注目です。現在復刻しているのでぜひ引きたいよっていう人はね、カイドウ引いてみてください。次の5周年までは戦えるキャラクターになってます。神獣カイドウ第2位でランクイン。そして栄えある第1位は、よっしゃ、むちゃくちゃ強かった。このキャラクターがダイヤ数1800個1900個でゲットだっけ。むちゃくちゃすげえコスパ良かったよね。かい、今年も出るのかな、今年が来年か、来年も1月ニューイヤーで出んのかな。いやちょっとどうしようね。またこのマムみたいに強いキャラクター出てきちゃったら困っちゃうね。まあ、とりあえずマムに関しては不動の1位です。状態異常が入ったりとか、クラッカーに対抗されたりとか、悪魔クラッカーみたいなね、フェスゲンキャラクター登場しましたが、もう関係ありません。まだまだ強い理由としては 1.5 ゲージ。これがね、かなり響いてる。ステータスが持ってる白馬とかじゃなければ戦えますし、シャンクスの強襲も避けれれば勝てます。まあ、ちょっと PS が必要になってくるんだけどね、ここら辺は。PS が上手い人、PS に自信がない人、同じレベル、同じステータスで使ったとしても勝つ勝率はほとんど変わらず高いのがこのオリンじゃないでしょうか。まあ、ディフェンダーっていうのもありつつね、ゲッターモードになって最後ギリギリで勝つ、それよろけ向こうついてから勝てるっていうのも強いよね。ただ次の環境からはちょっと落ちちゃうかもしれないので、そこだけ注意しておいてください。さあ、ということで見ていただきましたどうでしたでしょうか。今回ランキングまとめたのはこちらになります。注目してほしいのが SS マイナスのキャラクター上位と SS マイナス下位に位置するキャラクターのこの差だよね。ここにも注目してほしいし、あともう一つ SS ランクのキャラクターでマム、カイドウ、キング、エンマ、ウタ、この3つのグループで分かれてると思うんだけど、ウタは限りなく SS マイナスに近くなってて、キングとエンマはちょっと離れてて、カイドウとオリンが頭2つ抜きに出てるって感じになってます。カイドウは多分この位置へランクインし続けると思ってて、次もね青キャラクター登場したらそのキャラクターが1位になると思ってる。状態異常入るからカイドウ対抗できますみたいなね。そうなると多分エンマが第3位に入ったりとかすると思うので、次の環境も楽しみだね。ひどいシャンクスがまた上がってくるのかな。ちなみに5月のフェスゲンキャラクターは年間のフェスゲンキャラクターの中でかなり強いキャラクター登場する傾向にあります。強くなると登場したクラッカー、白馬、打ち入り、ブルック、ここら辺よりも強かったら SS に入ってくるのか、 SS マイナスの上位に入ってくるのか、ここら辺のキャラクターになることを期待しておこう。みんな見ていただけました。次の動画でお会いしましょう。ではまた、ぜひ参考にしてみてね。